日本の皆さんどうもこんにちは。名古屋弁でジャズギター講座の時間でやってこみゃ。ということで今日も早速やってこまい。ということで今日は何をやっていこうかというと、リズムチェンジのブリッジの部分をちょっと攻略していこうかなと思います。で、これいろいろやり方があるので、それぞれ自分の好きなやり方が探せれたらなと思います。はい、いかがでしょうか。今やったのがオレオというソニー・ロリンズが作った一番有名なジャズスタンダードの、リズムチェンジの曲かなと思います。シンプルでやりやすいですね。うん。なのでこれのブリッジを今日は攻略していこうかなと思います。やり方はね、大きく分けて、3つぐらいかなと思います。うん。で、それをどうやって見てるかっていうだけなので、そんな難しくはないです。はっきり言えばやり方っていうかもう一パターンしかないんだけども、ね、大きく分けると、そういうことになるかなと思います。うん。ではまず最初に簡単にオレオのコード進行いきましょう。 B フラット1度いって、今度6度の G7 いって、2度マイナーの Cm7、F7 これ5度いって、で、あとはここ1度いくか3度いくか同じなんだけども、どっちでもいいんだけども、3度マイナーいくんだったら Dm7、G7 これで Cm7、F7 いって、ここから5度マイナー7、Fm7 行って、1度7の Bb7 行って、で、今度4度メジャー、Em7 行って、今度 E のディミニッシュ行って、あとは3625と下がっていくと、うん、で、あ、これを2回やって、ここからがブリッジとなります。で、ブリッジは1度 B フラットのここ1度から見て3度スタートになります。で、ここのセブンスですね、 D7 行って、 G7 行って、 C7 行って、ここ F7 行って、最後ここ戻るという形のところになります。で、もう1回ここね、循環やって、感じで終わります。なので、ここのブリッジ3度のここのセブンスから始まるところ、あと全部セブンスで下がっていくと、5度進行していくという形になります。うん。一見ここってすごい難しいように思えるじゃないですか。でもそんな難しいことはない。シンプルに考えていただければと思います。で、まず考え方一つ目っていうか基本なんですけども、ここのセブンスをどうやって処理するかね。ブルースみたいにやればいいんだけども、ブルースみたいといってもこのセブンス処理だね、どっちかっていうと。なので、ここコードトーンに忠実に処理していくっていうのがあります。うん、みたいな感じで、今何やったかっていうと、この3度から始まって D のセブンスのね、
から G のとこ行くので、でここ G の3度だよね。の時にもここのコード見てて、でここ同じね、セブンス3度から行って3度5度7度でここナインスに行くと、で今度 C のとこね、で今ここ、F のセブンスで3度に着地して1度に行くとね。まあこういう、まあコードに沿ったやり方があるね。うん、なので何でもいいです。うん、みたいな感じでセブンス処理、あとはみたいな感じで同じフレーズをいろんなところでやっていくという手もあります。うん、なのでこれあのリピート、僕の中であの連呼みたいな感じでよく使うんだけども、うん、みたいな感じで同じ技を使っていくと。うん、なので、ポジションを覚える必要がありますね。うん。なので、もうこういう感じで、ブルースの延長だと思って処理していただければいいと思います。あとはね、ね、こういう感じでできるでしょ、パーカーの有名なフレーズね。うん。なので、そういう感じでぜひぜひやってみてください。で、あとは、このセブンス。ただ、これずーっと永遠に続いてるっていう感じではなくて、このグループに分ける。D セブンスと G セブンスのこのグループ。で、ここでグループにして、次からまた違うものとするという感じでね。C セブンスと。どういうことかというと、こういう感じで2つのグループに分けてあげる。なのでこう D7G7 のここで一呼吸して、で次また新しくここから始めるという形でやると、こういうね色分けというかできるのでいいと思います。うん、とりあえずセブンス処理する、ブルースのように処理するっていう方法があります。で、二つ目。これ聞いたらね、すごいやりやすくなりますよ。これをね、D7 あるでしょ？これも2、5化しちゃう。ね。で、ここ次、G7 のところをこう、2、5化しちゃう。で、次 C7 のところを Gm7 いって、今度 F7 のところを Cm7 という感じで、分解してしまうと。2、5化。全部2、5化だね。なので、というような感じで全部2、5化してしまう。うん。っていうのを持ってですね。うん。何でも使えるものは使います。うん。でもこれ全部2、5化してたら大変なので、これも同じように2つのパターンに区切ってやると楽です。なのでどうやって言うかというと、最初の D7 のところを Am7、D7。で、今度 G のセブンス。ここで、ここまでで一区切りさせておく。うん。で、次は Gm7、C7、F。セブンのここのね、二つのパターンに分けておくと、またこれはやりやすいですね。なので、うん、というような感じで二つに分けておくとやりやすいと思います。基本的にはね、うん、あとは好きなようにここの伸ばしたり縮めたりっていうのはやっていただければ構わない。で、これが二つ目のパターン、全部2、5化すると。